選手としてしっかりここに新潟で顔出したいなというふうに、もうすでにこう気持ちが高ぶっています。緊張してるから。では、ここは行きます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとう。今回は今シーズンよりアルビレックス新潟レディースに加入することになった川澄選手のインタビューをしていきたいと思いますので、今正直な思いを深掘りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。2人の関係で言うと、うん、一応ここアイナックの同期で。そうじゃん。そうやね。でちなみに言うと足19番って。やだー。何それ。だから先輩、そこは。そうだよね。そう、19で、で一応じゃないな、1個上で23歳って言ったので、私今22歳なんですけど。先生24歳。あ、24歳、ごめん、24歳、うん、23歳、ね、23歳。あ、なんか一応公式のところには37っていつも書いてあるんですけど、あの24歳なので、あのまだまだ若手 の、 あの選手としてしっかりフレッシュに頑張っていきたいなと思いますし。そう、みっちょんが、あ、みっちょんって日本にあだ名、ね、みっちょんが大学卒業した時に、そう、一緒に始めて。そうだね、なんか2年前ぐらい。そう、2年前ぐらい。まあもう数々ある、まあ、うん、国と、うん、なんやかチームの中から、うん、まあ、アルビレックス新潟を選んだ理由というか、うん、思いというか、うん、アメリカ国内での移籍はもちろん考えたし、うんうんうん、じゃあヨーロッパとかも考えたし、うん、まあ、ただそこがやっぱりいろいろ難しくなってるのかなっていうのはチーム決めする上で思ってて、まあその中で、ウィーリーグのチームがこうオファーをくれて、まあ国とかさ、クラブによってさ、よしあしっていうかさ、あるじゃん絶対。まあそういった中で、まあ日本人だから日本にファンの方がたくさんいるっていうのは当然自分でも知ってるし、日頃から応援してくださってる方、日本で住んでる方が多いっていうのも感じてたから、やっぱり日本に戻ってもう一度こうより強く応援してくれているファンサポーターの皆さんの前でプレーするっていうのも一つかなっていうのは感じて、まあそういった中でアルビがオファーをくれて、いろいろ頑張ってくれたから、いやー、これならアルビ行こうっていうふうに思ったかな、うん、でもまあやっぱりね、アルビ入るってなるとね、うん、一番みんなに言われるのが、うん、またメグと一緒にできるねっていうね、神尾信選手の存在っていうのは自分の中でもすごく大きかったし、うん、それは正直嬉しかった。そう、メグちゃんとやってるの見たかったから、うんうん、それはな、一ファンとしてじゃないけど、うんうんうん、二人の関係を知ってるからこそ、うん、日本でやるんやったら二人のプレーみたいななんて思ってて、うんうんうん、それが実現したから、そう、ね、正直それはすごい嬉しい。まあ、なでしこリーグの時さ、うん、私も堅くなにアイナックにいたしさ、メグは未だに堅くなにアルビにいたしさ、お互いそのイメージがすごく強いっていうのもあるし、まあ、ただね、私がいた時はなでしこリーグだったから、うんうん、まあ、今回 WE リーグっていうね、うん、また新しいリーグになって、ここでまた新たなスタート切れるのかなっていうのと、うん、またメグと一緒に頑張れたらこんなにね、うん、エモいことはないなって。ない。結構ね、みんなにエモいねって言われるの。年齢のことはあんまり言いたくないんだけど、うんうん、確かに。まあまあ、いろいろ開きもあったりはするじゃん、うん、ね、最年長神尾信さんがいるからさ。そうそうそう、うん、それがね、そうそう、一応そこが最年長やんの、そうそうそう、2人が、あ、うんうん、37歳神尾信さんが最年長だと思うんだけど、ちょっと先輩のね、うんうん、そうそう、まあ、改めてさ、まとはいえめぐちゃんの話が出たけど、うんうん、なんかその辺、なんか話してんの、なんか楽しみだねみたいなのが、メグが楽しみだねなんて言うと思う？思わないでしょ。何年ぶりになるの、ちなみに一緒にやんの、うん、なんか代表ぶりだよね。あ、そうかそうか、代表、うんうん、代表抜いたら、代表抜いたら何歳までしちゃったっけ。18歳まで一緒だったから。18歳まで一緒にやってたんか。そうそうそう、同じチームだったから。どこ、半分以上サッカーしてたん一緒に、うん、人生の。あ、そうだよ。あ、半分は言い過ぎだな。18小学校だから、小学校2年生から。そうかそうか、生まれてからの計算してた、ごめん。何歳になっちゃうの。ごめんごめん、18と18、36と思って、ごめんごめん。そこでさ、なんか改めてさ、うん、一緒にやる機会なんかもらえる人って なんかなかなかおらんやん。まあ、そりゃそうだね。一緒にやってて、それもなんか2人がさ、しかもこんな年齢になってさ、うん、2人ともやってなきゃいけないしね、とかね。
そう、なんかそれってやっぱすごいことやと思うし、そもそも同じクラブチームからやっぱね、プロリーグに入るっていうこともそうだし、もうまずすごいやん、うん、で、まあ、代表に入るっていうのもそうだし、うまあね、うん、現役続けてるっていうのもそうだしとかっていう、ね、すごいよ、いろんな、で、そうまたここにこうあって、うんうんうん、一緒にやってさ、うん、なんか楽しみやね、うん、いや楽しみだよ本当に。そうそう、さっきタイトルをつってたけどさ、やっぱアルビとなんかアイナックってなんか結構やっぱ決勝で皇后杯のいつも当たってるイメージやから、そうだね、これでタイトル取ったらマジでエモいな、うん、うん、そうね、うん、だから幾度となくメグのタイトルを潰してきたじゃん。間違いない、恨まれてる、恨まれてる。うん、メグのっていうか、まあ、アルビのね、その辺大丈夫、うん、そうそう、ファンサポーターの、うん、どうだろう、まあ、その辺はちょっと今から関係を築いていきたいなって思ってるんで、まあでももう今もしっかりオレンジに、うん、ンジ、うん、染まってるから、そこはちゃんと信じてほしくて、信じて、確かに愛してる新潟なのちゃんと、そうそうそう、あれいいよね、あれいい、あのちゃんとね、生でね、毎試合聞けるんだなって思うと今からゾクゾクするね、結構激アツやね、あれ激アツだね、うん、で、まあ、日本って今プロリーグになって、うん、まあ、アメリカってずっとさっき言ったけど2013年からプロリーグで、うん、まあ、そこでずっといてたと思うねんけど、うん、プロって、うん、まあ、何なんだろうかってところと、うん、まあ、そのアメリカにいた時に、うん、まあ、ウィーリーグ見ててどうだったのとか、なんかそういろんな視野でその話はできると思うんだけど、うん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 、まあもう話したいことって山ほどあるし、本当に当然ね、アメリカのじゃプロサッカーリーグと日本のプロサッカーリーグ、今比べたら当然アメリカの方がすごいよ、発展してるし人気もあるし、でもアメリカがじゃ最初からそうだったかって言ったら決してそうじゃなかった。で今 WE リーグ 3歳になるとこでしょ、3歳、そう、3歳になったところで思ったらやっぱり伸びしろしかないと思うし、やっぱり各チームの状況を聞いてると、うん、あ、それぞれのチームでいろんなことをこう努力して、うん、環境であったりとかスタッフであったりとか、うん、そういった、ね、選手を支える、うん、サポート体制っていうのも徐々に良くなってるなっていうのは感じるから、それがいつかやっぱり、うん、アメリカの、ね、うん、リーグみたいになってくれたらいいなっていうのは、うん、アメリカにいた人間としては思うよね、うん、やっぱアメリカでプレーしてて、そのプロとはっていうところ、うんうん、プロのアスリートっていうものに対するリスペクトがすごいの、うん、アメリカってプロのアスリートって何があって、うん、その競技がうまいですとか、うん、こういうプレーできますとかっていうのは、うん、もうそれプロなんだから当たり前だと思うの、うん、でもやっぱりそれ以外のところで、うん、じゃあこの人はどれだけ社会に影響を与えられるっていうか、はい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 、その影響力の大きさっていうのをすごく感じてて、うん、NWSL で言えば、うん、例えばだけど6月にはプライドマンスって言って、うん、LGBTQ の人たちをサポートしますよっていうか、うん、ね、みんなにそういう優しい社会ですよ、うん、私たちはね、あの、うん、みんながこう、ね、仲間ですよっていうのをね、あのかもうリーグ全体でやったりとか、うんうんうん、まあ他にももう本当代表レベルでいうとイコペイって言ってさ、うん、あの男性と女性が本当に平等になるようなもう裁判を起こしてやったりとか、うん、なんか裁判っていうとさ、日本だとちょっとなんかイメージ悪いっていうかさ、うんうん、そんな感じもあるじゃん、うん、でもやっぱりなんだろう、女性のアスリートとして、うんうん、今は女性のためにすごい戦ってるなっていうのが感じたんだよね。で、まあ、アメリカでめちゃくちゃ経験していろんな今まあ話もあったけど、うん、まあ、そんな経験したミッチョンやからこそ、うん、なんか、まあ、サッカー面もそう、社会面も含めて、うん、なんかアルビレックスで、ね、見せたい姿みたいななんかミッチョンだからこそできることって、うんうんうん、そうね、だからめちゃくちゃ大枠で言うと、うん、私日本って本当にいい国だなって思うの、うん、それはアメリカに行ってすごく感じたし、うん、もう街は綺麗だし、人は優しいし、ご飯は美味しいし、もう本当にいいところなのでさ、うん、四季があって、うん、観光するところもたくさんあるし、うん、でもさ、それって日本にいたら当たり前すぎてわからないじゃん。そうね、当たり前すぎる。だからそういうところはもっともっと日本人、うん、世界にアピールした方がいいよってめちゃくちゃ思うの、うん、で、うん、そういった意味ではそれができるのもアスリートだなっていうふうにも思うんだよね、で、うん、それこそさ、私が日本のリーグに行ったから多分日本のリーグに興味を持ってくれる NWSL サポーターも少なく、うん、指足りるかなぐらいだと思うんだけど、あ、そうか、まあ、両手、まあそうだね、これがいると思うの、そう、 そう、 そう、 そう、
だからこそそういった人たちにも届くような発信とか、うん、そういう方たちにもやっぱり試合見てもらえるような環境作りっていうのは、うん、あの WE リーグの皆さんにはしていただきたいなっていうふうに確かに結構配信がね大事だね、うん、思いますし、うんね、もちろんそれきっかけでもしかしたら日本来てくれるかもしれないです ね、うん、ねそれも期待したいそうそう、うん、っていうのはあるしあと日本ってすごく地元を大切にするなっていうのは思っててだからそこの部分を各クラブがやっぱりね、うん、コラボレーションでもいいし確かにいいよ、ね、なんかそういうイベントに参加するでもいいし、うん、なんかそういったことをさらにこう押し出していったら、うん、日本の良さっていうのをアピールできるんじゃないかなっていうのは思ってる、うん、ちなみにじゃあ、うん、せっかく新潟に来たから、うん、みっちょんが今見てる中で新潟の良さ、うんうん、良さ、うんまだ分からんと思うけどいやいやいやなんかそれこそ、うん、その入団発表したでしょ、うん、で新潟のサポーターの方って正直、うん、たまにちょっと相手チームからすごく怖い時があったの分かるちょっと、ね、特にゴールだったからね熱狂的なサポーターがいたから、ね、だからさゴール、ね、真後ろにさ、うん、分かる前半後半で変わるとはいえさ分かるやっぱ真後ろにいられるとさ、うん、だいぶプレッシャー感じてたと思うのよめっちゃ感じてた、ねねうんまあ、それが味方になってくれると思うとしめしめなんだけど確かに確かにそうそうだからなんかそういうなんていうのサポーターの方たちの、うん、こう応援を背にこうできるっていうのはすごくいいなって思うし、うん、なんか本当にあのちゃんとにあるように愛してる新潟がすごいのよ、うん、本当にこの人たちは新潟を愛してるんだなっていう、うん、それはわかるだから本当に入団発表した時に、うん、私もうちょっとなんかあまあ24歳なんだけど、うんなんかそんなもうなんか旬過ぎたようなやつ連れてくんなよみたいな辛辣なコメントとかあんのかなと思ったら、うんもうそんな多分もう一切なくてもうみんな新潟に来てくれてありがとう、新潟楽しいですとか、うん、もうそういうコメントでもう溢れ返ってて、なんて素敵な世界なんだっていうふうに思ったのもうそれはすっごくありがたかったし、うん、だからこそそういった皆さんの思いをしっかり私はピッチで表現しなきゃいけないなっていうふうには本当に感じてる、まあ、その中でピッチ上で、うんまあまあ、あそうだそうだサッカー選手だからねピッチ上の話しないとベテランの域やと思うからなんかこんな姿を示したいというか、うんうん、伝えたい届けたいみたいな、うん、バスリートだからこそピッチ上で、うん、どんなプレーにしてくれんのみたいないやもうね、うん、毎試合燃え尽きようと思ってるよ、うん、私は確かに確かに、うん、でもねそれはねここ数年、うん、ね思うんだよ ね、 もんね、うん、やっぱり、うん、これもねアメリカで長くやってたからなんだけど、うんうんアメリカってさ、いや勝ちにめちゃくちゃこだわるのよ、うん、当たり前なんだけど、うんまあ、大体練習の時ってさ、うん、審判というかさジャッジは大体監督がするじゃん、うん、今のライン割ったとかさ、うん、選手が言ってもさ割ってないって言えばさ、うん、監督がね、うん、言えばまあそのままプレーするし、うん、今のファールじゃんってなってもさ、うん、監督が笛吹かなかったらそのまま流れたりするじゃん、ねうん、でもそういうのとかもないのもうあれワールドカップかなっていうぐらいめちゃくちゃ言うわけなんだよ今の絶対なんだよみたいな感じでもうすごいわけ、うん、やっぱあれぐらいやるのも必要だなっていうのはアメリカから学んできたから、まあ、カードもらわない程度にはやっていきたいなっていうふうには思うしもともと負けず嫌いだしわかるそれはわかる、知ってる、うん、そう、負けるの大嫌いだから、うん、そういうのはもう本当当たり前のように練習からしっかりとやっていきたいなっていうふうに思うし、まあ、だから試合の中では、うんうん勝つことも負けることも引き分けることもうまくいかないこともあるんだけど、うん、でも90分終わった時にファンサポーターの方たちがなんか肩透かしにあったようなことだけはしたくないなっていうなんか例えばだけどいや勝ちたいよ全部勝ちたいんだけど負けたけどいや今日でもあいつ頑張ってたなっていう人になるってことねそうで痛いいやあの負け方気持ちよかったなっていうかでも分かるなんかそういうプレイヤーになりたいね、うん、と思って確かに日々頑張ってる